はい、次の質問も、まあ、ちょっとマニアックっていうか漢方好きの人の質問ね。消炎の清熱薬、ね、清熱薬、熱を冷ます。石膏や知も配合している処方と、黄連や黄金三獅子を配合している処方がありますが、使い分けはありますか？僕は知りません。ね、まあ、知ってんだけど知りませんって言ってます。まず理解するのは、冷やす生薬は2個理解すればいいです。石膏とオーレン、石膏とオーレンがその漢方に入っていれば冷やすって言っていいです。一方、温めるのは武士と環境でいいです。武士と環境が漢方薬、ね、和漢の漢方に入っていればオートマチックに温めるって言えばいいです。ただ、オーレン湯と半夏斜心湯はオーレンと環境が入ってるんですね。だから真ん中と思えばいいです。これが一番簡単な、この漢方は温めるの冷やすのっていうルールです。そうすると、石膏、黄連、環境、武士、ね、その4つさえ着目すればいいんですね。あとはみんな真ん中になります。その真ん中をもっともっとクリアにしようと思えば、ぜひ3秒ルール見てください。そんなことで、結構楽しいですよ。で、これは和漢のルールだからね。でも、オートマチックに考えたらできちゃうんですよ、そういうふうに。そうするとすごい楽なわけ、ね、そういうなるべく楽をして、僕が選んだ20年間、僕がたどった20年間を、皆さんはこの漢方 JP 見ると三月とか半年で追いつけると思います。僕は本当に日本中あっちこっちの講演に行ったり、松田先生のところに毎週行ったり、たくさんの本を読んだりして20年でここになりました。でも、んなことしてるともったいないんです。僕の20年をこの漢方 JP の動画や文章で、特に動画がいいと思います。ざっと追いついてもらって、興味があったら残り、ね、僕の20年が1年以内に追いつくんなら、残りの長い期間もっともっと勉強した方がいいじゃないですか。漢方が好きなら漢方を勉強する、漢方以外勉強する、他を勉強する、何でもいいです。時間は少ないんです。だから僕のたどった道を同じ時間たどってくれっつうのは、それはいい先生じゃないんですね。僕の20年間を1年以内にっていうのが漢方 JP であり YouTube です。ぜひ漢方 JP の登録と YouTube の登録お願いします。